申し上げます。ケイ・クマガワ・ミクシミレコーズでございます。プライベート・カーセックス・ラジオ、第4回、今日2021年、一応日付は1月の1日、今22時16分。おそらく YouTube の方にアップするのは、日付がまたいあたりになるんじゃないかと思いますが、何しろ明けました。2021年でございます。何しろね、2020年はね、みんないろいろ大変でございました。2021年はね、抱負というよりもこれは祈りですけどもね、皆様にとって良い一年になるように、はい、心からお祈り申し上げます。はい、あざす。生き延びる、生きたい、生き延びねばと思えるように過ごすという一年にしたいなと思っております。ケイクモアです。よろしくお願いします。今年はケイクマガワという名前で、ソロ音楽活動を始めてちょうど10周年になります。記念イヤーでございます。2011年に、それまでもずっと音楽をやってきたんですけどね。で、まあバンドやったり、ずっとユニットをやったりっていうようなことをずっとやって、まあ無論芽も出ず、まあ腐った時間を過ごしたり、まあもちろん一生懸命汗かいてやったり、しながら、最後の最後に、そうですね、今考えると10年前2011年の頃にも、私は、金がないと、で生活が行き詰まって、で当時を思い出します。まだ独身でしたね当時は。で、ね、一人暮らししてるアパートも、もう家賃も滞納して払えない、電気も止まる、電気が止まった、あれは夏でしたね。電気が止まった部屋にね、一人ベッドに横になって、真っ昼間暑いんです。で窓も全部開きっぱなしにしてね、自分はこれから何をするのかというようなことを考えたのを思い出します。あれから10年経って、今も変わらず金がないと。ね、ほんと金がないのは魂に良くないですね。自分で蒔いた種っていう話もありますけども、蒔いた種でございます。味わってなんとか、ね、今日は少しいいことがあって、今日のね、今日の朝の間にね、なんでしょう、ツイッターなんかでね、新年のご挨拶をさせていただいたんですけども、その時にタバコが吸いてっていうのは、あれは心からの、叫びでございまして、タバコが吸えないのはきついですね。酒はね、酒は大好きなんだけど、まあアル中なんだけども、飲まなきゃ飲まないでね、何とかやりようもあるんですけど、やっぱりコーヒーとタバコはいりますね。俺の場合ね、そういうもんです。
そういうものに俺がなっているというだけの話、自分からそこに足を突っ込んでいるという状態。うん、タバコとコーヒーは俺にとってはね、美しいものでございます。今それをね、今日ひょんなことから、今私タバコを吸いながら、ビールをいただきながらこのラジオを収録しております。いやー、うなりましたね。久しぶりのビールとタバコに張り付いてうなりました。ケイクマガです。元気いっぱいです。夢いっぱいです。よろしくお願いします。でね、今年はもう周年イヤーっていうのもあるんで、もうとにかく新しい歌、新しい音源、新しいグッズなんかね、10周年を記念したノベルティのようなものを含めていろいろ作りたいと思っております。金ねえじゃねえかと、まあね、これから少しずつ、立ち直っていくと、生活がね、労働再開いたしましたんで、今が一番きついというだけで、あと1ヶ月2ヶ月経てばなんとか、なんとかで、そのね、この2020年はとにかく金がない1年だったんでね、たくさんの人たちに助けてもらって本当に、生き延びることができました。本当にありがとうございます。そのお返しもね、恩返しもありますし、借りた金をお返しにも行かなきゃいけないっていうんで、そのあたりの部分も含めてですね、金が入り次第、ちょっと今のところね、いろいろライブの、見に来てよとかお誘いとかね、ありがたくこういろんな方からいただいたりしながらとかね、あと年末のイベントごととかね、世話になってるお店とかね、そういうところもちょっと不義理が続いておりまして、本当に心苦しいです。申し訳ない。みんなで助け合ってっていう時ですからね、それができないのは本当に心苦しかったです。その分も含めて、生活持ち直し次第ですね、時間を作りまして、各所いろんな方、助けていただいた方、助けていただいていた箱、人、訪ねてビール飲んだりタバコ吸ったりね、感染対策をしながら、はい、派生参じたいと思っております。よろしくお願いします。不義理続きで申し訳ございません。はい、でもうね、今日はまだ金曜、いつもはこのラジオを土曜日に更新しようとか言ってるんですけど、まあ、今日はちょっとこの時間しか撮れないんで、金曜の夜にやっております。本当は今日10にアップしたかったんですけど、まあこの時間今10時23分、おそらく日付変わる頃に YouTube にアップしてると思います。プライベートカーセックスラジオ第4回です。そもそもなぜこの音声のみのラジオと銘打ったものを、しかもわざわざ動画投稿サイトの YouTube を使ってっていう話を少し、はい、します。これはね、私の無職のこの1年間と密接に関係をしておりまして、その間ね、まあ家で主婦やってたんで、まあ YouTube ずっとね、いろいろ見てたんです。ずっと YouTube 見てる。でね、そのいわゆるその YouTuber と呼ばれる日本のね方々のものとかも見てたりしてたんですけど、まあね、いい年したパンク音楽家ですから、そういうものをやりたいとは思わなかったんですね。だからなんかこう一部でね流行っておるような、いわゆる Vlog と呼ばれるような形式の動画であったり、あとはその SNS とね連動した、そういった人と人とのコミュニケーションの方法の模索の仕方、少し変わったね、なんかそういうものに割とシンパシーを感じまして、特にこの Vlog みたいなものは、ああなるほどなと、こうね、 Vlog 割とこう何て言いますか、おしゃれな人たちがやっておるようなものとか、あとは全然違う異文化なもの、
こうね、車のレストアをされていたりとか、ね、バイクをガレージでいじったりとか、そういうことをやられている方のたちの Vlog なんかをずっとこう見てて面白いですね。ものすごく面白い。ああいうものが憧れがありましたね。そっち、うん、で、それからまた今このラジオ音声のみっていうことで今自分が始めたっていうのは、単純にこれは技術的な、あと時間的な問題との兼ね合いでございますのでね、SNS とかそれに伴うネット文化の変化にもね、ちょっと考えるところやっぱありまして、ああうまい、そうだね、関係ないようでいて少し関係があるのが、ちょっとね、昨年はSNS、 特にツイッターとフェイスブックあたりの検閲が表面化したりなんかしてましたね。あのあたりもね、結構大きかったですよ。自分、俺関係ないようにあのね、やっぱりそのいわゆるそのコピペ、ツイッターとかだとね、コピペだったり、その一部を切り取られた言動、うん、これは動画も含めてね、著名な方だとね、そうやってこう一部を切り取られて、でそれをソースに前後の文意を組まない、うん、もしくはミスリードを誘った、うん、で間違った使われ方をすると、でそれがバーッと拡散して広がってって、でそうしてくると、前提としてのソースが改変されていますから、その上に連なる、本来議論であるべきコミュニケーションが間違ったまま始まって、間違ったまま進んでいって、それが炎上だなんだって、これがもう膨大に生まれてましたよね。これはね、立ち位置に関係なく、イデオロギーに関係なくね、どちらにもあったと思う、お見受けしております。音声や動画ね、もう今もそうなんですけども、やっぱりね、俺はまあね、ラッキーなことにね、俺は大統領でもないし、ね、著名なテレビのコメンテーターでもないので、なんかこうね、そのあたりの怖さはね、感じますね、やっぱり。で多分俺自身にもそれは規模の代償の違いこそあれども、たくさん起こってるんだろうなと、つまり俺が書いた文面がどの読んでる人の心のタイミングとは関係なく読み取られるわけですから、ね、よく言うツイッターとかでも言われるそのカラリプとか言われるような、なんかそのあこれ俺のこと言ってんのかとかさ、なんかそういう齟齬ってたくさん起こるじゃないですか。会って話してれば起こらない間違いがやっぱり起こるんですよね、 SNS だとどうしても。でもね、それを SNS での議論が可能であるっていう前提で話を進めてると、その誤解はさておき、この発言自体はあなた実際してるじゃないかとこう来るわけですね。前提が読み違えてるのに、そうすると140文字に濃縮して伝える言葉ってやっぱり削ぎ落として伝えざるを得ないわけで、そこで削ぎ落とされた部分を、全部を説明していないからっていう理由で言ったじゃないかって、こうなってくると、これはもう、うん、俺はね、個人的にですよ、うん、議論のツールに実際向いてないんだと思うんですよ、うん、なんでまあそのあたりも含めてね、ちょっとこうそういう部分で誤
これ誤解って言っていいのかな、だから機能不全だと思うんですよ、俺に言わせれば。だから機能不全から生まれるてしまうその人間の悪意をちょっとフィルタリングしたいっていう思いはありまして、そういう面でね、やっぱりこうね、俺自身はそんなにそのね、フォロワーさんとかもファンとかもいないですから、それでもそういうことが起こりうるっていうことは、ああこれはもう膨大な数そういうことが起こってるんだろうなと、そこで、ま、摩耗したくないなと、うん、自分が摩耗するとすれば、それは実際に人と人と目を合わせて一対一のコミュニケーションだったらね、これは摩耗ではなくコミュニケーションですから、うん、そうしたい、うん、と思いまして、でそういう部分でね、まずはこうやって影響力ない中でボソボソ喋ってる、しかも YouTube で顔も出さずに音声だけっていうのが一番ちょうどいいような、気がしたっすよ。うん。あの、誤解が減るというか、うん。ね、そして、こんなね、聞く人も少ない動画をわざわざ切り取りして、こういうこと言ってましたよってミスリードする動画に切り出す作業をする人はおそらくいないんじゃないかなっていう、うん、っていうリスクヘッジでございます、うん、なんでね、これでちょっと継続して、そう継続してやるの大事ですよね、本当、この年になって骨身に染みております。ね、だからこれもね、ちょっとちょこちょこ継続しながらやってみてね、で今後こうね、もちろんそれはもう YouTube で続けるのか、また別の媒体なのかっていうのは別にしてもね、なんかこう Vlog 的なものなり、もしくは動画による放送なりっていうものに、こうこのラジオが変わっていく可能性は高くあると、思っております。技術的時間的問題との兼ね合いの上で、そういう風になっていくんじゃないかなと思っております。はい、うん、いや正月、そうメモしてんの、あね、抱負、ね、人様に言っていく抱負みたいなもの、うん、なんかね、あ、そうですね、今日は正月なんでちょっとだらっと長く、ちょっと長くなるかもしれないです、申し訳ないです、あんまり、うん、全体通じて、これは第1回目からそうですけども、大したこと言ってないんでね、だらっとしましょう、うん、俺も今酒飲んでるから、タバコもあるし、ハッピーです。うん、2021年の抱負でございますね。ちょっと考えてメモしたんですけども、俺はね、成功したいと思います成功です、ね、セックスの方じゃなくて、サクセスの方ですね、成功、うん、そうだね、俺はちょっとね、頑張って音楽家アーティストとして成功したいと、これ語弊ありますけどもね、はっきり決めました。年取るとね、なかなかね、これ言うのをはばかられるようになるんですよ、うん、多分、うんうん、まあもちろんね、みんないろいろ、それぞれの思惑、思想、やり方、願望、野望でみんな自由にやってんのが、俺は一番いいと思います、うん、でもちろんね、そのプロになりたいとか、売れたいとかね、言いたいわけではないです。これ、まあね、いや、プロになりたいっていうのは、
これは今言うと逆にちょっと面白いから、まあ、それでもいいんだけども。まあね、かといってその、そう、なんとなく思うのはね、このやっぱりこういろんな階層があるじゃないですか。階層、うん。がある中でね、なんかこの、ちょっと俺もね、なんかこう、なんだろう、自分で作った、例えば音源をね、売って得た金とかね、自分でアマチュアで、インディーズでライブをやって、お客さんが入ってギャラをいただく、投げ銭でギャラをいただく、で得た金。で、これでタバコを買ったり、ビール飲んだり、はたまた米買ったりすることをね、で、なんで俺が自信を持って作ったものを買ってくれって言う時に、こうなんか罪悪感みたいなものを感じなきゃいけないんだろうって、この間俺は強く思ったんです。ね。いや、うん、すげえ健全だぜと思って。そう、だから、俺の成功っていうのはね、成功っていうのは、俺がやってること、俺が作ったものが、俺が思う、こう、俺のことが届く人たち、届くっていうのは、刺さるっていう、刺さるだろう人たち、そういう人たちに対して、こう、真っ当なね、はたまた熱病的なね評価をしていただける、場機会、そういう状況になること、これが成功です、俺にとってのね。俺の音楽を聴く人、俺のことを知っている人の数を増やすことが目的ではないし、俺の音楽がこう届かないだろう人たちにこう受け入れて認めてもらうためにこうこびたり頭下げるつもりはまあないし、何よりね、その俺の音楽が今までに届いたことがある人たちに、これは俺もそう思ってて、多分その人たちもそう思っててっていうのは、こんなもんじゃねえだろうと。で、俺はもっと、もっと、ね、もっと、俺たち、もう一緒だよね。俺たちは一緒だ。もっと生きて、もっといけるだろうと。いかにはならんだろう。っていうことを伝えたいと。そういう意味での、成功を目指したいと。今年はね。思っております。はい。ケイクマです。そうですね。そんな感じで、なんとか。このラジオの一番最初にかけたのが、今、発売中のニューアルバム、プライベートカーセックスから、ペインキラーブルースを最初、ペインキラーブルースを最初かけました。次、アイハートユーという曲を聴きながら、お別れしてみようかなと思います。正月の間にもう一回できればこのラジオをね、ただ次こそはね、ベロベロに酔っ払った状態で始めたいと思います。そんな感じでなんとか、はい、ケイクマでございます。2021年もよろしくお願いいたします。I Heart You をお送りします。You
しいことを一緒にやりましょう。おやすみなさい。